サンティアゴでチレはジリの首都。中央部の盆地に位置する。一般には単にサンティアゴ、またはサンチャゴと呼称する。首都機能を有するが、国会はバルパライソにある。同国最大の都市であると同時に、南アメリカ有数の世界都市でもある。サンティアゴの建設ペドロデバルディビアにより、1541年2月12日に、 死が建設された様子を描いている。ペドロリラがメトロポリタン大聖堂は植民地時代の建築の中で最も代表的な建物の一つ。セロサン・クリストバルで聖母・マリアの像は町の主要なシンボルの一つである。サンティアゴは1541年2月12日にスペイン人の征服者ペドロ・デ・バルデビアにより サンティアゴデヌエヴァエクストレマドゥーラッシュとして建設された。起工式はウェレンイル。軌動平らが多数のデモ参加者を拘束したほか、地下鉄施設やスーパーマーケットなどが火炎瓶などで放火され死傷者が発生した。2020年5月2019新型コロナウイルスの感染が拡大。国内における1日あたりの新規感染者数は2600人を超え、 8割近くが首都圏に集中したことから5月15日政府はサンティアゴにロックダウンを行い外出を禁止する一方約2000人分の墓地の設置を進めたサンティアゴは以下の32区で構成される各区には4年おきの選挙で選ばれる区長がいるサンティアゴは地中海性気候で夏は比較的暖かく乾燥し 最高気温が35度まで上がる日もある。冬は湿度が高く、普段は最高気温は15度くらいだが、低い日は0度近くまで下がる。年間降水量は約360ミリメートル。降水は冬季に集中し、サンティアゴ市内でも雪が降ることもあり、周辺の山々は豊富な積雪量を誇る、南半球最大のスキーリゾートとなっている。盆地に位置するためスモックや、 大気汚染がひどく、冬の数ヶ月間は、サンティアゴに溜まることがある。政府は、大気汚染を減らすために、重工業の工場を、盆地から出ていくよう誘導したが、失敗に終わった。アルトゥーロメリノベニテス国際空港サンティアゴの地下鉄、サンティアゴの表玄関となる空港は、アルトゥーロメリノベニテス国際空港で、南米では設備の整った空港である。 サンティアゴの鉄道は中央駅をターミナルにチリ国鉄によって近郊電車と中長距離列車が走っている。かつてはチリ北部の各地やアンデス山脈を越えたアルゼンチンの面倒さへ向かう長距離列車や中部バルパライソ、ロスアンデスへ向かう中距離電車も発着していたが現在は中南部や南部への列車や近郊電車が中心となっている。サンティアゴには フランスの協力で建設された5路線の地下鉄があり、数年以内に新たに2路線の開通が予定されている。比較的安全な交通機関として信頼されている。サンティアゴのタクシーは通りで拾って乗ることができ、普通は黒いボディに黄色い屋根をしている。他にコレクティーボと呼ばれる乗り合いタクシーがあり、固定料金で決められた道を走る。 サンティアゴ市内と空港を結ぶ大規模な有料高速道路が2005年に開通した。サンティアゴの首都圏には歴史的、考古学的建造物やなどが多数位置している。エルプロモ、教会、サンフランシスコの修道院、ラモネダ宮殿のインカの聖域、サンティグイのモニュメントはユネスコ世界遺産候補として提案されている。 市内から30から50キロメートル程度の場所のアンデス山脈中にバジェネバド、パルバ、ファレジュネス等の中南米最大級のスキーリゾートがあり、標高3000メートルから5000メートル地点に滑走コースが作られている。これらのスキーリゾートでは国際大会が開かれており、サンティアゴは冬季オリンピックの招致活動の動きもある。 ATP ツアーのベルサウスオープンが1993年から2000年まで、モビスターオープンが2010年から同地で新たに開催されている。サンティアゴのパノラマサンティアゴの夜景。ありがとうございます。